それでは時間になりましたので、早速ベルが左のガラスの前でベルガの不思議な魚の食べ方の実演を行いたいと思います。本日はようこそ名古屋港水族館にお越しくださいました。今日解説を担当いたしますのはベルガの飼育係をしています森と申します。皆さん最後までごゆっくりお楽しみください。さあ、それでは早速皆様に質問をしていきたいと思います。今日名古屋港水族館に初めて来たよという方はどれぐらいいらっしゃいますでしょうか。ありがとうございます。名古屋港水族館では500種5万点の生物を飼育しているんですが、そのうちの今日は5頭のベルーガ、中でもそのうちの3頭ですね、今日はこのイベントに参加してもらおうと思います。さあ、今目の前を泳いでいる動物がベルーガといいます。別名白イルカとも呼ばれていまして、体の色が白いことが特徴です。さあ、このプールを泳いでいる3頭のベルーガ、皆さんじっくりと見てみてください。体の色が白イルカという名前にふさわしいベルーガは実は1頭しかいません。今寄ってきてくれたベルーガ、よく見ていただくとまだ廃色していますよね。なぜ廃色をしているかというと、実はベルーガたち生まれた時は濃い灰色で生まれてくるんです。10年以上かけて体の色が白くなるという動物なんですね。もともと北極周辺の冷たい海で生活をしています。一年中氷の張った海で生活をしていますので、ベルーガたち体つきがちょっとバンドウイルカやシャチとは違っています。たっぷりと脂肪を蓄えてずんぐりとした形になっているんですね。冷たい海で生活する上ではこの脂肪がコートのような役割になってくるんです。さあ、このベルーガですが、日本では4つの水族館でしか飼育をされていない動物なんですね。なかなか見る機会がないかもしれませんが、今日はぜひベルーガのことを好きになって帰ってもらいたいと思います。さあ、先ほども言いましたように、名古屋港水族館では5頭のベルーガを飼育しています。オスが2頭、メスが3頭なんですが、早速このイベントに参加するベルーガにこちらにやってきてもらおうと思います。体の大きさが皆さんどれぐらいあると思いますか。最初にやってきてくれるベルーガはこの中で一番大きいベルーガです。名前をグレッと言います。推定年齢が16歳、まだまだ若いメスのベルーガですが、さあ早速寄ってきてくれました。とても大きいのがわかるでしょうか。さあ早速挨拶をしてみようと思います。皆さんこんにちは。いいですね。さあ、グレーちょっと横を向いて体の大きさ皆さん実感してもらおうと思います。大きいですよね。こちらの皆さんにもこんにちは。グレーで現在体長は 3.8メートル、体重は700キロ近くもあるんです。とっても大きいですよね。こちらの皆さんにもこんにちは。上手にできました。グレー、ありがとう。とっても大きい体をしていましたが、続いて紹介するベルーガは名古屋港水族館で一番体の小さいベルーガです。実はグレーが2012年に産んだ子供のベルーガ、オスのベルーガでミライと言います。今年の8月2日で3歳になったばっかりです。未来はまだトレーニング中の身ですので、私はこちら側を向いてトレーニングをしたいと思います。未来のこんにちはできる？こんにちは。はい、上手ね。はい、未来また後からね。はい、バイバイ。はい、ありがとう。先ほど言ったように体の色が灰色でしたよね。さあ、そして最後に登場するのは同じく名古屋港水族館生まれのベルーガ。7月25日で8歳になりました。コロナ禍では一番芸達者のベルーガです。ベストベルーガで7と言います。さあ、7ちゃんは何しようか。ぐるぐる回ってみよう。ぐるぐるぐる。はい、
決まっていましたが、ベルーガたちバンドイルカやシャチと違いまして三角形の背びれがないのが特徴なんですね。もう一回回ってみると上を向いているのか下を向いているのか分かりにくい体形をしています。はい、サラちゃんまた後で頑張ってね。はい、ありがとう。はい、タイムだっていいよ。はい、皆さん体の色を見てくれましたか。ついこうくるくる回っているところを見てしまったかもしれないんですけれども、奈々ちゃんはだいぶもう体の色が白くなってきました。10日をかけて体の色が白くなりますので、真っ白になるまでにはもう少し時間がかかりそうなんですね。さあ、今の奈々ちゃんでももうすでに500キロ体重を超えているんですが、一体ベルーガたち1日どれぐらいの餌を食べると思いますか。なかなかピンとこないと思いますが、先ほど紹介した大人のグレーで1日に約30キロの餌を食べています。30キロの餌、ちょっとまだまだピンとこないよという方のために、今日は実際あげている餌も持ってきましたので紹介したいと思います。4種類の今餌をあげているんですが、これが1種類目の餌です。非常に小ぶりなんですが、北の方ではよく食べるお魚、ホッケです。皆さんは開きなんかにしてよく食べるんではないでしょうか。そして2種類目の魚も北の方でよく食べる魚です。お正月には卵を皆さん食べると思います。数の子として食べますが、ニシンです。そして3種類目の魚はちょっと難しい名前なので、早速私の名前を言いますが、キュウリウオと言います。匂いを嗅いでみるとキュウリのような匂いがしますが、北海道や東北地方では一般的に食べられている魚だそうで、塩焼きにすると非常に美味しい魚だそうです。そして4種類目はイカナゴという魚です。この地方では稚魚を佃煮なんかにして食べますね。コウナゴとも言われています。この4種類の魚を1日に、100本から300本ぐらいベルーガたちが食べているんですね。そしてこの魚なんですが、実際に自然界でもベルーガたちは食べています。で、最後に紹介したこのイカナゴだけは普段泳いでいる魚ではないんですね。どういうことかというのをちょっと皆さんにはボードを使って説明をしたいと思います。さあ、ベルーガたちがよいしょ下の方を覗いています。実はイカナゴが隠れているんですが、こんな感じで普段は生活をする魚なんですね。頭だけ砂の上からピュコッと出して、体は砂の中に入っています。こういった魚もベルーガたち自然界では食べているんですが、どうやって食べたらいいでしょうか。なかなか皆さんには分かりづらいと思いますので、今日は実験装置を使って皆様にご紹介したいと思います。さあ、今上の方から実験装置が降りてきました。手作り感満載のこの実験装置なんですが、さあ、ここに透明の丸い筒があります。そこの方に最後に紹介したイカナゴがわさっと入っていますが、この筒の部分が砂だと皆さん考えて、この、筒を見ていただきたいと思います。さあ、それでは早速グレーにこの魚を上手に食べてもらおうと思います。さあ、グレーが勢いよく潜ってきましたよ。食べ始めますわ。はい、すごいすごいと言ってくれましたが、皆さんどうやって食べているかお分かりでしょうか。グレーは一目散にイカナゴを食べていますね。どうやって食べているでしょうか。そうだね、吸い込んで食べていますよね。吸い込むの大正解なんですが、吸い込む前にもう一つベルーガ行動を起こしています。わかりますか。今魚が舞い上がるときに何かやっているんですけれども、口がパクパクと開いていますよね。これどういうことかというと、筒の底の方に実は水を大量に吹きかけていたんです。大量に吹きかけてイカナゴが舞い上がったところを最後は吸い込んで食べるんですね。さあ、続いて奈々ちゃんも同じ食べ方に挑戦してくれますが、
イカの語がうまく舞い上がっているの皆さん分かるでしょうか。チャラチャラパフパフとして水流を吹きかけたいんですが、グレーよりもこちらちょっと小さいので猫ずっております。さあ頑張って、今一生懸命水を吹きかけていますね。そして上手に水流が起これば上の方にイカの方が舞い上がってきますので、最後はそれを吸い込んで食べるんですね。さあ皆さん頑張って、はい、上と違って1本ずつ丁寧に食べております。さあ奈々ちゃん頑張ってね。ベルーガたちの口元、唇に当たる部分なんですが非常に柔らかいんです。人間と同じようにちょっと口をすぼめることができます。この動きは親子水族館で飼育しているバントイルカやシャチではなかなかないことなんですね。ベルーガの特徴的なところです。さあ奈々ちゃん頑張っていますが上手にできるかな。さあ奈々ちゃん頑張って、と今応援をいただきましたね。さあ奈々ちゃん最後の一本になるまで頑張って食べようとしていますが、なかなか手こずっております。奈々ちゃん非常に頑張り屋さんなので、おそらく最後まで食べるんじゃないかと思われますが、一生懸命口をハグハグしていますよね。さあ奈々ちゃんが帰ってきました。今日はほとんどイカナゴを食べてくれたようですね。さあ皆さん分かりましたでしょうか。ベルーガたちはこの筒の底の方に水を当てて、水流が起きたところを最後吸い込んで食べていたわけです。さあここからはその口がどれぐらい柔らかいかというのを皆さん実際にベルーガにこちらに来てもらってご覧いただきたいと思います。今日は3歳の未来がこちらにやってきて口を開けてくれますが、実はこのイベントではこの1回で帰っていってしまいますので、最後にぜひ皆さん写真を撮っていただきたいと思います。さあそれでは早速未来くんにやってきてもらおうと思います。未来くんがやってきてくれますので、口を開けますが一瞬です。皆さんお見逃しないようお願いいたします。はい、未来こっちやよ。ほんちょっとね違うんだけど、あれれれれれ、未来くん、でで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 、はい、入っていってしまいました。もう一度トライしたいと思います。もう一度お願いします。未来くん、このトレーニングまだね練習中ですので、なかなかうまくいきませんが、さあもう一度、さあ未来ここだよ、今度は来てね、はい、一応向かってきてます。未来くんの、はい、やってきてくれましたね、はい、ありがとう。じゃあみんなに口を見ていてもらおう。よいしょよいしょ、柔らかいですよって、未来、振ってみて。さあ、口の中が見えなかったですが、よしとします。はい、未来ありがとう。皆さん、ピーと来なかったかもしれません。よかったです。次、お願いします。それではですね、もう少し分かりやすいよう、大人のベルーガ、グレーにやってきてもらおうと思います。お母さんにはその唇を使って上手なクッキーの輪っかを作ってもらおうと思います。バブルリングといって有名になりましたね。ちょっと口だけ動きを見せてあげて、かわいいね。あ、自身のブログがいっぱい出てきました。よいしょ。こういうふうに分かりますか、口の唇のところが。もうちょっと開けて、振りないと分からないかも。くるくるっとしていますよね。はい、それでは一回リンゴを作ってもらおうと思います。振りお願いします。右上の方からやってきますよ。よいしょ。口を使って。すごい。ね、わあ上手だった。さあもう一回いきましょうか。今度はもうちょっとこっちの方でみんなに見えるようにやってほしいんだけどな。いくよ、せーの、よいしょ。もう一度右の上の方からやってくると思いますよ。ああ失敗した、珍しく。これごめん、ちょっと失敗だった。もう一回ね、いくよ、よいしょ。もう一度口を一気にすぼめて空気の輪っかを作ります。
ても上手にリードができましたね。それではこの口がよく動くことが分かったところで、今度は7に鼻でリングを作ってもらいたいと思います。どういうことか皆さん楽しみにしていてください。それでは7がやってきます。さあ奈々ちゃん、奈々ちゃん口でももちろんリングを作ることができます。奈々ちゃんちょっとみんなに見せていくよ。ほいわかりました。鼻から息を出してその空気を使ってリングを作ってます。もう一回、ほい。で今度はリングを作りたいと思います。なるちゃん上手にやってね。よいしょ。めっちゃ綺麗だこれ。すごいすごい。ちょっと空気進んできて。わかりましたか。天使の輪みたいに見えますよね。エルガたち非常に器用なんですね。さあもう一回今度はトライしてみたいと思います。見逃した方見逃しないよ。いますよ。
です。